沖縄では今後も大雨や暴風高波に警戒が必要ですこちらいただいておりますウェザーリポート沖縄市の方から見ていきますと昨日より東風が少し強くなってきましたがまだ距離があるのでさほどひどくはありません明日の午後から影響が強くなる予報で息子たちの高校、中学校は明日あさっての臨時休校が決まりましたということです。 こちらですね沖縄本島の方からのリポートですけれどもだんだんと影響が大きくなりそうですね。そうですね。あのまあリポートを見るとですね。はい、まあまさにこの台風の雲そのものの一番低い下の部分が映っていたというのと、はい、あとは東風が強まってきたということもあって、えー、まさにこう台風接近を示しているのかなって感じがします。はい、えー。現在の台風の位置なども含めて見てみましょうか。ではこちらが生活の方で見てみると台風中心がですね。 まあ沖縄のまた南にあるという形になります。で、えー、沖縄先ほど言っていただいた沖縄本島なんですけども、はい、あの半時間前に風が流れますからこうなんですよね。うん、で本島からするとやっぱり東風になってくる。でリポートに映っていたあ少しグレーの雲がありましたけれども、はい、ちょうどこの台風の雲が、うん、あ少しこう見え隠れしていたのかなって感じがしますね。でこの後なんですけどもこの台風の方ですが。 だんだんと、まあ、北の方にゆっくりと進んでいくような形となって、えーまあ、先島の方に接近するといった形になりそうですね。でえー、先島に関しては今日日付が変わった後、6月1日になってくるともう70%以上の確率で宮古島などは暴風域に入ってくるといった状況になります。はいえー、そのの後、明日の15時には、 その先島と本島の間ぐらいをこう抜けて少しずつ東り進路を変えて2日には沖縄の本島の東の方に抜けていくといった状況になりそうですねはい。でこの影響を受けていく形なんですが例えばまず風の方ですけれども18時の段階で平均で20メートルぐらい吹いているとこもありますし瞬間的にはもう30メートル近いような風が吹いているような状況ですはい。で風の方ですけれどもこの後遅い時間になってくるとさらに強まってくるといっと また雨雲のほうもかかってくる形となるんですが、まあ、台風がこのあと通過していくまでの間なんですけれどもきょうの21時から3日の0時までに予想される積算の降水量で見てみると本当エリアでは200から250ミリの雨量が予想されるところもあったりとかそれ以外のところでも150ミリから200ミリという形となるので、まあ、この雨によってです、ね、例えば、感染が起きたりとか 場合によっては、土砂崩れが起きたいということもあるので、警戒、うんえー、が必要という感じになりそうです。えー、それと、こちら、波の様子ですが、まあ、波の方もですね、八メートル以上のですね。かなり高い波が、先島の方から、だんだん本島の方に、まあ、あ移っているという形となるので、えー、波に関しても厳重警戒。ですので、沖縄エリアの方は。 あこれ以降はですね、はい、なるべく外出の方は控えていただいた方が良さそうですはい、わかりました今後も不要不急な外出は控え、安全なところでお過ごしください詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます